本日は JR をご利用いただきましてありがとうございます。この電車は寝台新幹線ひかり552号東京行きです。途中の停車駅は小倉、新下関、小郡、広島、三原、福山、岡山、姫路、新神戸、新大阪、京都、名古屋、静岡、新横浜、品川、終点東京です。車内のご案内をいたします。この列車は9号車にスイートルームがございます。そのため9号車の通り抜けができません。通り抜けをご希望されるお客様は駅停車中に外からご移動ください。なお、緊急時の場合は通り抜けできます。1号車、15号車、16号車の座席をご利用中のお客様にご案内いたします。この列車の個室に空席がございましたら、差額料金のみでその個室寝台券を購入いただけます。お気軽に車掌にご相談ください。途中の停車駅の時刻をご案内いたします。小倉、20時58分。新下関、21時7分。小郡、21時22分。広島、21時53分。三原、22時12分。福山、22時22分。岡山、22時40分。姫路、23時ちょうど。新神戸、23時16分。新大阪、23時30分。京都、6時13分。名古屋、6時48分。静岡、7時31分。新横浜、8時10分。品川、8時20分。終点東京には、8時27分の到着です。この列車は途中の新大阪駅で約6時間の停車をいたします。新大阪駅停車中は車内温度維持のため、ドアは手動開閉とさせていただきます。また、0時から6時までの間、改札を一度出てしまうと車内には戻れなくなりますのでお気をつけください。次は小倉です。